サント・マドレーヌ大聖堂はフランスの町ベズレーの中心的な丘の上にあるバシリカ式教会堂。この教会と丘は1979年にユネスコの世界遺産に登録された。サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の視点の一つという歴史的重要性もさることながら大聖堂のティンパヌムはロマネスク彫刻の傑作として知られている。861年に ベズレの丘の上にベネディクト会士たちが混流した。その際に修道士の一人がマグダラのマリアの聖遺物を持ち帰るためにプロバンス地方の山幕島に派遣された。878年にはこの初期カロリング様式の教会はローマ教皇ヨハネス発生によって現存する地下の骨堂ともどもマグダラのマリアに捧げられた。ジョフロア修道院長は マグダラのマリアの聖遺物を公開し、それが様々な奇跡を起こしたとされる。これによって、巡礼者が押し寄せ、ひいては、サンティアゴでコンポステイラの巡礼路に組み込まれることになったのである。こうした評価は村を都市へと発展させる原動力となった。巡礼者たちは引きも切らず、その中には、ブルゴーニュ公遊具2世や、イングランド王リチャード1世、 フランスを売るい旧なども含まれることとなる。正面扉上のティンパンムアルト修道院長は、1096年から1104年に、内人も欲老も新築した。ただし、この新築にかかる費用の負担に反発した住民たちが暴動を起こし、この時にアルトは殺された。なお、この時点では、新郎は、 カロリング様式のままだったが、1120年7月25日に1127人の犠牲者を出した大火災に見舞われたことで、新郎も建て直された。なお、今に残る正面扉上の美しいティンパヌムが掘られたのもこの頃のことである。1146年の復活祭の日に、クレルボーのベルナルドスは、丘の北斜面にて、第二次十字軍を派遣すべきであると説いた。 また、1166年には、カンタベリー大司教、トマス・ベケットが、この教会で、イングランドをヘンリー2世紀の波紋を宣告した。教会の人気は、1279年に、ベズレーへ持ち去られたはずの繊異物と称するものが、サンマクシマンで発見されたことで、長楽の一図をたどった。この教会は1162年には、クルニー修道院から分離し、オ司教から、 フランス王の監督下に移っていたが、1217年にはフランシスコ会に引き取られ、1537年に現属した。1569年にはユグノーによる略奪を受けた。その後、1790年にはフランス革命の中で小教区の一教会となった。この頃、教会三次会室だけは良好な状態で保たれたものの他は、 建材調達のための石切り場溶かし、自慢のティンパルムもひどいありさまだった。1819年にはサンミシェル島に落雷があった。こうした度重なる損壊に対し、プロスペルメリメの発案に従って、ウジエヌビオレイコールルイコールデュックに再建が委ねられた。この再建工事は1876年に完成し、1912年に再び巡礼の拠点となった。 現在の大聖堂正面この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。